魅力についてご紹介する番組です。今回は神尾祐介と長谷川あんちゃんでお送りします。可愛いもの大好き長谷川あんです。よろしくお願いします。最近白いの変わったけど、なんか印象変わった。なんか変わった。なんかそして今回はお姉さんが MC をしてくれます。はい、こちらの番組で MC させていただくのは初めてなんですけども、はい、空について、旅について盛り上げていけたらいいなと思います。イエーイ。で、渡辺さんはどんなことをしてるんですか？はい、私は普段モデル業とイベントの仕事に、はい、携わらせていただいております。そうなんです。はい、さて今回はですね、ゲストの方を迎えて空を飛んで海外に行った時のお話を伺いたいと思います。題してゲストに聞きます旅トーク。それでは早速ゲストの方を紹介したいと思います。はい、女優でモデルの南美沙さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごいスタイル良くて日本です。あ、そうです。すごい。綺麗な方です。私もあのインスタグラムを拝見させていただいたんですけど、ありがとうございます。すごい旅の写真がたくさん載っていて、結構私そのもともと今こんなご時世なので、なかなか行けなくなっちゃったんですけど、それまでは本当にもう旅がライフスタイルっていうものを、はい、すごいいろんな、はい、たくさん行ってた。どこ行ったことある？いや、そうですね、撮影で海外に行くことも実は多くて、私があのインスタグラムに上げてる写真って結構その仕事として上げてるものが実は多いですね。インスタグラマーです。はい、そんな南美沙さんにご用意していただいたお写真を見るのがすごい楽しみですね。はい、ということで南美沙さんの旅ご一緒しましょう。やったー。はい、今回は南美沙さんにご用意していただいた写真をもとに深掘りしていきたいと思います。アフリカの中西
私こういう風に目を合わさなければ大丈夫なんだけど、目が合うと引っかかってくるから目を合わせるなって言われてて、怖い。そう、ドキドキしながら合わせないって結構難しい。そうだよ、見ちゃうよ、見ちゃう、見たいから見ちゃうけど、スリルがあるね。はい、いやでも楽しそう。たまにやるのはあのガイドブック。あ、はい、あ、はい、そうですね、あのアフリカでしかできないなっていうのはマサイ族知ってる？いや、聞いたことはある。聞いたことある。聞いたことはあるけど、なんか私のイメージではテレビのマサイ族の裸で、確かに棒持ってジャンプしてるイメージ。マサイ族ってマサイ族って赤赤と黒の色の裏側の中の衣装を着て棒持ってる。私が行った時にすごく衝撃だったのは、やっぱりバイトの時間だけマサイ族の衣装って思ってやってるんですけど、バイトが終わると T シャツと自分を着替えてスマホ持って買って見てるね。すごいね。意外。だからマサイ族ってバイトなんだよ今。またね、いろいろ聞かせてもらいたいね。はい、はい、ということで
南美沙さんにお越しいただきました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。いろいろ勉強になったかな。はい、はい、これからもすごい勉強になりました。南美はなんかこれからも楽しんでいてください。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん今日はどうでしたか。いろいろな写真とか見れたし、やっぱりなんかサバイバルのなんかあのマサージャクとかはもう本当すごくすごかったし、面白かった確かにね本当に。じゃあ香織さんは、ね、この写真一つ見るだけでこんなにも世界が広がるんだなって思いましたし、実際にやっぱり行って海外の人との交流を深めたりとかするとよりこう学べることも多いかなって思いますね、はい、あと初めて MC やってみてどうでしたか。そうですね、もうちょっとグダグダで申し訳ないけどいや、もうすごく楽しくてよかったです。よかったですよ。僕はもう優しいから二人とも、はい、僕はもうね、いろんな写真見れて旅行気分が味わえたからよかったです、うん、はい、よかったですね。それでは